今日8月5日ってなんか原爆の日とかなんですか？いつだっけ原爆は。なんかモネちゃんが、上白石モネちゃんかな、フラウでなんかそれにやってるんですよね。原爆のことについて語ってる。俳優として役になりきることで様々な人生を経験してきた。数年前には戦争で夫を失い子供を抱いて空爆から逃げる戦時下での女性を演じたこともありました。これはカムカムエヴリバディの安子ですよね。これまでも本や資料で歴史上に触れてきたという彼女が、広島に残る戦争の足跡を訪ねることで世界恒久平和を願って建設された平和記念館や復興のシンボル折り鶴タワーなどを巡り、また原爆を体験した語り部の方に会って過去と向き合い平和に思いを馳せた1泊2日取材ロケみたいな、そこで何を感じどう考えたのか、平和のために戦争を知る学びの旅の始まり。広島というとまさにショッキングな歴史を思い浮かびます。こうして街を見ていると過去のことばかりではなく、今ここで生活をしている人たちがいて未来に進んでいるんだなということを希望に感じます。今公園になっているドームの周辺も昔は日本家屋が立ち並ぶ賑やかな街で、川の向こうは旅館街があったと聞きました。この周辺に普通の暮らしがあったんだと思うと込み上げてくるものもありますね。そして被爆した建造物がそのまま残されているの、原爆を体験した人にとってあまり苦しいことと思いますが、この建物が残ったにも意味があるんだろうなと思う。広島に来て全ては知ることから始まるのだなと感じています。この場所の空気に触れ、語り部の方から生の声を聞き、その後にもう一度見た原爆ドームとても胸に刺さりましたね。写真などで切り取られた一枚にもその周囲があって、平面ではなく立体なのだと実感しています。旅をしてその地を踏むことで、単なる歴史ではなく今と地続きの過去の話なのだということが初めて体内に入ってくるような感覚が生まれたというか、知れてよかったし、まだ知らなくてはいけないと思いましたねと。広島と岡山って近いですよね。でもね、本や写真で学ぶだけではなく足を運んで初めてそこで感じ心に刻まれることがある。だから訪れるというのはとても意味がある大事なことなんですよね。今回の旅で原爆を体験した河野清美さんにお話を聞くことができたのも貴重な体験でした。なかなか想像が及ばない音や匂い、その空気ごと当時が蘇ってくる気がして、まだ痛みや苦しみは続いている、終わっていないんだと痛感しました。まあでもこういうのをね、発信力のあるモネちゃんがね語ることでね、若い人にもね受け入れられやすくなりますよね。川野さんが子供たちに戦争の話をする中で、今の子は少し弱っているとおっしゃっていたのも印象的でした。今の日本は誰もが強制された戦時下と違って自由に選択できる時代だからこそ、自分を大事にするということが難しくなってきているのかもしれません。自由であることが逆に人との争いの種にもなったりするのかな。人とのつながりの前に自分を大切に思う心もきっと平和の一歩なんですよね。まず自分の心はの中も平和でないと外を平和にはできないですよね。自由に選択ができる時代だからこそ自分を大事にすることが難しくなってきた。自由であることが逆に人との争いの種にもなったりする。これはかなり深い意味だなという感じがします。モネちゃんっぽいなと思います。アウシュビッツにも行ってみたいとモネちゃん言ってるんだ。そういう場所に実際に見るのは怖いことですが、争ってはいけないということを深く心に刻むことができると思うんです。学ぶや知るにはいろんなやり方があって、もちろんそれぞれ無理のない形でいいのだけれど、時にグッドパワーを使うのも必要なことなのかと、特に表現者として伝えていくためには不可欠なことだと思いますと。学校で学んだ歴史と今こうして実感している歴史の中で何が違うのかを考えていたんです。実際に土地を訪れていなかったことの他に、今までは自分の中だけで完結しまっていたのかなと思います。同じものを見て人と少しずつ違う考えを持ち寄って話して理解を深めたり印象を強くしたりするのも大切なことですね。誰かと一緒に旅に来てそれぞれの感性で感じ言葉にしてみる旅というのもいいなと、忘れずに残るものにするためにも大事なことだと思います。なんか最近原爆のバービーのやつがなんかありましたよね。映画のバービーなんか結構揉めてますよね。高畑充希さんね、本当に残念ですって言ってね、日本語で吹き替えをするみたいな。あとワンオクタカもね怒ってましたよね。原爆投下の連想画像に怒りあらわ、頭が悪いのか歴史を知らないのか
日本人としてマジで気分が悪いわって言って、ワンオク高も怒ってたと。アンガールズの山根も想像力を働かせてほしい悲しい、まあ、アンガールズはね、広島出身のね、芸人ですからね。そうなるだろうなって感じがします。このバービーってめちゃくちゃ評判悪いですね。世界中で評判悪いんですね。そういう面では。物理を感じてる感じ。まあ、とにかく、モネちゃんがね、平和に関してなんかこう、そういう発信力があることをするっていうことは、本当に一般の人にも届きやすいからいいんじゃないかなと思う。